ハルフダンイジェディウスによるチョーダ号。チョーダ号はバイキングのロングシップの中で最も有名な船である。これはノルウェーの王オーラブ・トリグバソンのために建造された当時のロングシップとしては最も大きく強力な船であった。990年代にオーラブ王はノルウェーにキリスト教をもたらすために国中で改修を進めていた。王がハロガランドの北。 サルトダニに王国を持つラウドを訪ねたとき、キリスト教への回収を拒むラウドは、メールストロームを引き起こして、王の行く手を阻んだ。しかし、渦が弱まると、王はラウドを捕らえ、しか回収かを迫った。佐賀は、オーラブがラウドを回収させようとしたところ彼が、イエスの名をのしったことから、王は、非常に怒り、ラウドの喉に管を刺して、蛇を入れ、焼けた鉄で蛇を、喉の奥に落とした。 ヘビは逃げようとして、ラウドの銅の側面を食いちぎり、それが、ラウドの死となった。勝利した後、王は財産とラウドの船を没収し、船には、オーマンという愛称をつけた。王は船をトロンハイムへ持ち帰り、自分の新しい船の設計に利用した。王はそれをヘビ号より大きな船にし、オーマンデンラング号と名付けた。フェロー諸島で2006年に発行された切手に、 描かれた、長打号の建造の様子。同、長打号上での戦闘。船は、伝えられるところでは34の総主席を設置していた。すなわち、68人の小切手のために34体の貝を取り付けられていた。考古学的な証拠から推定すると、長打号は、ほぼ45メートルの長さで作られた。船の側面部は、著しく高く、 クナールの側面と同じくらい高かった。長打号の建造にあたっては次のような伝説が伝わっている。船があまりに大きいため、流骨に用チールにたる長い材木が見つからなかった。ある日、トロンデラーグのフォルネと名乗る固めの老人が現れ、船大工にちょうど良い大きさの材木を与えた。老人が去った後でそのことを知った、オーラブ王は、老人の正体がオーディンだと悟り、 材木の一箇所を切らせた。するとそこから毒蛇が出てきた。王は神父に材木を祝福させてから船に使用させた。そして、おそらくは、海のただ中で蛇を飛び出させて船を沈める、つもりだっただろうオーディンへの皮肉を込めて、船に長蛇号と名付けたという。船は、千年に、オーラブ王が彼の敵の連合軍の攻撃によって、死ぬこととなるスボルドの、ヘイムスクリングラの、 オーラブ・トルック・バソン・オーの佐賀によると、スボルドの海戦の後、エイリーク・ハーコナルソンが戦利品としてこの船を入手したという、個別に客中で示した以外の全般の出典である。ただし、日本語訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。